度のギャルガンは人助け。主人公であるあなたの使命はエンジェルリング社に勤める天使、私リースと共に悪魔を退治して学校の、いえ世界の平和を守ることにあります。悪魔は学校のあちこちに現れ、女の子に取り付いていたずら三昧。このまま放っておいたら私のノルマが、じゃなくて世界が大変なことに。しかしご安心を、このフェロモンゴーグルがあればあなたも悪魔を見ることができます。フェロモンショットで悪魔を引き剥がし、新アイテムデビルスイーパーで吸い込んで女の子を正気に戻してください。デビルスイーパーの吸引力は抜群。悪魔だけではなく女の子の服も偶然吸い込んじゃいます。服を吸い込まれた女の子は恥ずかしさのあまり昇天。これが脱衣昇天です。偶然なんだから仕方がないじゃないですか。そうそう、フェロモンゴーグルをつけているとあなたのモテオーラがパワーアップ。女の子が寄ってくるようになるんですよ。でもいくら女の子が寄ってくるからといって服ばかり吸い込んでいると、デビルスイーパーのエネルギー切れで肝心な時悪魔が吸い込めなくなっちゃいます。女の子をフェロモンショットで昇天させるとエネルギーが回復しますので、吸引とフェロモンショット交互に使い分けると効率的です。言い寄ってくる女の子が多い時には必殺メガハート昇天。女の子の目をズームでずーっと見つめ続ければ目がハート状態に。このまま昇天させれば周りの女の子もろとも全員昇天しますです。今回のギャルガンは1日限定ではなく20日間にわたる人助けの日々。学校が終われば自宅に戻ります。窓を覗けば隣の家に住む後輩近藤チル様とお話ができちゃうんですよ。ヤッホー兄様、おかえり。チル様は古いゲームが大好きな天才少女様。メカにも強いのでデビルスイーパーをパワーアップしてくれるんです。本当は同じ桜崎第三高校の生徒ですが、現在絶賛引きこもり中のご様子。そして朝、教室で隣の席にいるのがもう一人のヒロイン、玉崎奈々子様。奈々子だよ、あなたの幼馴染の玉崎奈々子。ここ数年クラスが変わっても必ず隣の席になってしまうミラクルな幼馴染。天使の私でもなんだか運命感じちゃいますね。ちょっとマイペースな奈々子様ですが、チル様同様物語に深く関わってくるようです。学校でスマホを見ると助けを求める女の子からの依頼がいっぱいです。弓矢マークがついた依頼はシューティングパート。悪魔を吸い込みながら学校内を進み、女の子の依頼を解決しましょう。見事解決すれば女の子の連絡先が手に入りますです。縦のマークは防衛ミッション。押し寄せるミニ悪魔さんから女の子を守るのがあなたの任務です。悪魔がつっついたり取り付いたりするのを防ぎましょう。宝箱のマークは探索ミッション。悪魔のいたずらで困っている女の子を救うため隠されたアイテムを見つけ出しましょう。探索中は悪魔が仕掛けたトラップもあるので注意が必要です。制限時間内に頑張って探し出しましょう。そしてハートマークの依頼はおなじみドキドキモード。兄様、ヒロインに取り付いた悪魔を追い出すためフェロモンショットを撃つべし撃つべしです。悪魔の潜伏場所に素早くヒットし続ければ敏感タイムに突入、高得点がゲットできちゃいます。ヒロイン以外の女の子もスマホから呼び出して妄想するを選べばドキドキモードを楽しめますです。はい、鷹城です。なんと登場するすべての女の子が呼び出し可能だそうですよ。
登場する女の子は70人以上。もちろん皆様フルボイス。前作でもおなじみのメンバーに加えて新しい女の子もいるみたいです。衣装チェンジだって思いのまま。さらに下着のバリエーションも豊富に取り揃えてみました。ゴーグルの力で女の子にモテモテと言っても、本来の目的はあくまで人助け。さあ、いたずら好きの悪魔さんを退治して学校の平和を守りましょう。吸引力の変わらない世界でただ一つのガンシューティングゲーム、ギャルガン2、3月15日発売。そんなこと言われても。安心のママキタ画面も搭載、いつでもどこでもプレイできます。こんなの無理、胸がつっかえちゃうよ。初回封入特典は破れすぎたスクール水着です。そんな、ちょっと破れすぎです。限定版にはドラマ CD とイラスト集がついていますよ。インティークリエイツ。